高校野球がはい。始まってますけれども、何か高校野球の思い出ありますか？あとワンアウトで、甲子園が決まるっていう、まあ、ほぼ確定っていうところで、まあ、秋なんですけど、自分がピッチャーで打たれて負けたのは覚えてますね。それは忘れられないでかもそこから今に何かつながってます？な。まあ、1球で、ガラッと流れが変わって、まあ、1球で勝負が決まるっていうのは、その時改めて1球の怖さっていうのは感じましたし、まあ、その悔しさは忘れられないので、そこからそうですね、1球の大切さっていうのは変わったかなっていうふうに思ってます。